ここからはニューヨークのスタジオからこの一週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリーキャッチです今日もアメリカ ABC ニュースが大きく報じた項目をお伝えしますアメリカ大統領選トランプ氏が共和党の候補者指名獲得かしかしトランプ氏は苛立ちその理由とは 子ががが犯ししたた。殺人でで親に過失致死を問うことができるのか。裁判が始まりまり先週初めからアメリカのほぼ全域に広がって猛威を振るった大型寒波ですが各地ではこの影響による二次災害が続いておりこの寒波による関連死は全米で90人以上に膨れ上がっています。 北部では連日氷点下20度台の極寒南部から中部そして東部にかけては強烈な雪や雨で大荒れの天気となり今年最初の寒波は全米各地に大きな被害をもたらしました24日水曜日の時点で死者は90人以上に上っています死亡者が増えた大きな要因の一つは交通事故で凍った路面でのスリップ事故などが各地で相次ぎました これはミズーリ州セントルイス近郊の住宅地凍った路面で大型の消防車がコントロールを失い回転しながら住宅の間を滑っていきます幸いこの事故で家屋が破壊されることはなく怪我人もなかったということです寒さによる死者も増え続けていて停電などで暖房が使えない家屋もあり低体温症などで死亡する人も多くいます テネシー州メンフィスでは水道の供給も止まった地域があり、住民に飲み水など生活用水が配給されました。北東部では23日火曜日に12週以上にわたり、寒波の注意報が出されました。デトロイトなどでは凍結により道路に亀裂が入る被害も出ています。私たちの人は、 今週は西海岸でも大荒れの天気になりました22日月曜日サンディエゴ周辺では3時間でおよそ1ヶ月分の雨が降る大雨となり各所で洪水が発生多くの家が冠水し少なくとも24人が消防などに救助されました この映像はサンフランシスコから東に80キロほどの山間で増水した川に流され横転した車から女性が救出される瞬間です。このほか、全米各地で寒波の余波による二次災害が発生し、さまざまな救助活動が行われており、被害の全容は明らかになっていません。 東海岸では、金曜日から週末にかけて気温が急上昇する予報で、雪解け水などによる洪水などにも注意が呼びかけられています。次です。23日火曜日、ニューハンプシャー州で行われた共和党候補者指名争いで、トランプ前大統領がヘイリー元国連大使を破り勝利しました。 これでトランプ氏が2つの州で連続して指名を獲得し形勢は圧倒的とされていますが今回はトランプ氏の言動に余裕が感じられません。15日月曜日に行われたアイオワ州の党員集会で2位につけたロン・デサンティスフロイダ州知事の撤退で実質2人の一騎打ちとなったニューハンプシャー州の予備選挙ですが 得票率はトランプ氏が54.6%、ヘイリー氏が43.1%でトランプ氏が10ポイント以上の差をつけて勝利しました。支持者の前で勝利宣言を行ったトランプ氏ですが、その口から出たのは破った相手ヘイリー氏への苛立ちのこもった言葉でした。

一方バイデンン大統領は民主党のニューーハンプシャー州予備選で指名を獲得しましまた <laughs> バイデン大統領はトランプ氏が共和党の候補者になるのは明らかだと述べ 陣営はヘイリー氏の人気がこれ以上高まることはないと見ていますヘイリー氏は以前からトランプ氏とのテレビ討論での一騎打ちを望んでいますがトランプ氏は裁判などを理由にまだ一度も候補者同士のテレビ討論に出ていませんその一方トランプ氏は裁判所に出頭して発言したり 支持集会を保守派のテレビ局で中継するという方法で岩盤支持層をさらに固める戦略に出ているようです民主党バイデン大統領の選挙運動にも大きな動きがありました 去年長期間のストライキを行い賃金の大幅アップなどを勝ち取った UAW= 自動車労働組合は24日水曜日バイデン大統領を支持すると正式に表明しましたバイデン大統領は去年9月 UAW のストライキの現場を訪れ大統領として初めて賃上げストに労働者とともに加わった点などが評価され U. A. W. 側が満場一致でバイデン氏支持を決めたということです。次です。不法移民の流入を阻止するために。テキサス州知事が設置した危険度の高い有刺鉄線の壁に関して。連邦最高裁判所が撤去を支持する判決を下しました。二十二日月曜日。連邦最高裁判所は。 テキサス州がメキシコとの国境に設置した29マイルおよそ47キロメートルに及ぶ有志鉄線の撤去を認める判断を下しました最高裁判所の判事9人のうち保守派のロバーツ長官など5人が撤去を求める政府の主張を支持しましたテキサス州では移民政策で政府と対立するアボット州知事が州内に入った移民を 移民受け入れに寛容なニューヨークやシカゴなどの都市にバスや飛行機などを使い大量移送するなど不法移民に対して厳しい措置を取ってきましたアボット知事はメキシコとテキサスの国境のリオグランデ川沿いにこの有刺鉄線を設置しましたが去年10月に政府の国境警備隊員がこの鉄線を切断した際テキサス州の資産を損壊し 州の国境安全措置を妨害したとして国境警備隊を訴えていましたアボット州知事らの訴えに対しバイデン政権は有志鉄線の措置は極めて危険で非人道的であり国境の安全保持などは州ではなく政府の管轄だと主張していましたレーザーワイヤーと呼ばれるこの有志鉄線は鋭利なカミソリをつなげて鉄線にしたようなもので ワイヤーによって肌が切り裂かれた移民らの傷はひどく多くの場合、病院での治療が必要だと ABC ニュースでは報じていますテキサス州では2年前から州外への不法移民の一層を継続していてその人数は2024年1月時点ですでに10万人を超えていますミシガン州で2021年 当時15歳だった少年が自分が通う高校に自動小銃を持って押し入り銃を乱射14歳から17歳の生徒4人を殺害した事件で被告の少年の両親に対し殺人への責任を問う裁判が始まりました。25日日木曜日 殺人罪などで有罪となった事件当時15歳だったイーサン・クランブリー被告の母親ジェニファー・クランブリー容疑者が法廷に出廷しましたジェニファー容疑者と夫のジェームズ容疑者は息子のイーサン被告が精神的なトラブルを抱えていたにもかかわらずそれを無視して危険を承知の上犯行に使われた自動小銃を買い与えたとして過失致死罪などに問われています すべての罪で有罪になれば最大禁錮60年の実刑となります息子のイーサン被告は殺人罪などを認め保釈の可能性なしの終身刑の判決を受けていますが上訴する手続きを行っています親が子どもの犯罪の責任を問われる裁判は多くありませんがここ数年では2022年にイリノイ州で当時21歳の容疑者が7人を殺害 48人が怪我をした事件では容疑者の父親が犯行に使われた銃の購入を手伝ったとして禁錮60日の実刑が確定していますまたバージニア州で6歳の男の子が小学校の先生を授業中に銃撃した事件では母親が禁錮21ヶ月を言い渡されていますただいずれも起訴された罪の内容は軽く 保護者がが過失致死罪に問われるののは今回が初めてのことですミシガン州の銃撃事件で息子がけがをした母親は親の責任も問われるべきだといいます。The 寒波が襲うアメリカ各地で救助映像が多く出ています。え、そうした中、ペットの犬が関わった救助もありました。ユタ州ウエストポイントの消防隊に入った緊急通報は、水が大好きな犬のボブ。凍った池に飛び込んで上がれなくなってしまいました。飼い主が呼びかける中、防寒服を着た消防士が 池の氷を割らないよう四つん這いになってゆっくりと近づきますボブが驚かないよう後ろから押し上げる作戦で横から池に入る消防士でもボブは驚くどころか消防士にしがみついてしまいます消防士は冷静にボブを氷の上へと誘導しますそして 作戦大成功こちらはミシガン州グランドトラバース郡の湖です犬を連れた65歳の男性が釣りをするために湖に張った氷の上を歩いていたところ氷が割れて落ちてしまいました一刻を争うこの事態に駆けつけた警官は救助に行くには氷が薄く危険だと判断 救助用の紐がついたフリスビーを男性に投げますが届きませんその時警官に見えたのは男性のそばにいた犬です警官はフリスビーをルービーの首輪に巻きつけ男性に呼ぶよう指示しますーーーーするとルービーは 飼い主の男性の元へと走っていきますフリスビーに捕まって男性とルービーは無事救助されました男性が水の中にいたのはおよそ16分間であわや大惨事ルービーちゃんお手柄でした消防と警察は凍った池や湖に近寄るときは十分に注意が必要で一人では行動しないこと また、子供やペットからも目を離さないよう呼びかけています。それでは、今週のウィークリーキャッチはこの辺でお別れです。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ごきげんよう。